これは先日フッで撮影された映像です。画面右側にご注目。自転車で転倒した少年が動かなくなりました。ベンツの運転手が取った衝撃的な行動とは。はい、どうも。いつも全開ブリブリ昭和生まれの23歳ゲロ兄さんです。Let's get started。 ふっ、ドライブ中、ブーブー。突然ですが、メルセデスベンツのメスはメスメルセデスベンツ、メスセデスベンツ、どっち？この EQC400 にご注目。こぼれる。はい、一時停止無視。ケロ兄さんチャンネル、このチャリ集団にご注目。先頭のチャリ少年、この後訪れる惨劇を知る由もなく、お姉さんガン見。まあゲロ兄さんも綺麗なお姉さん大好きです。わかるけどね、うん。今日は夏屋で朝食。この辺ご注目。みんな赤い四角の中注目して。はあ、ついたので頭直撃はなさそうです。ゲロ兄さんはスマホ持って緊急車両手配いつでも OK。 エッチな車の運転手も心配してきました。私が停止している目の前で転びました。ゲロ兄さんも私が停止していたのを見ていましたよね。瞬間は見ていないですが、ドラレコあります。先に救急車か警察呼びましょう。立てるので呼ばなくて大丈夫です。警察呼ばないと自己証明もらえないぜ。それでもいいの？そこまでしなくても平気だと思います。足は大丈夫？大丈夫です。何かあったら松屋に防犯カメラの提供をお願いしたらいいと思うぜ。ありがとうございますゲロ兄さん。お礼なんていらないぜ。パンピアのチャンネルもいいけど、ゲロ兄さんチャンネルもよろしくだぜ。いつも全開ブリブリで見てますよ。うん、特に大きな怪我もなさそうですね。ご安全に。めでたしめでたし。ふではよくあることだぜ。どうするな。チャリ転倒に注意しましょう。おまけ。松屋で朝食。なんですって。牛飯にカレーかけるの。うん、美味しそうじゃん。豚汁、紅生姜美味しいよね。うん、朝からなかなか豪華ですねゲロ兄さん。ごちそうさまでした。ペイペイ。エッチな車の運転手も帰りました。松屋うまかった。帰って早くバンピアのチャンネル見よう。ゲロ兄さんをチャンネル登録高評価で、今日からあなたは無事故無違反。それでは皆さん、ご安全に。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録高評価お願いします。ゲロ兄さんのモチベーションアップにつながります。